こんにちは、山田です。こんにちは、青柳です。はい、この番組はですね、昭和40年男が武道やキャリアの話をしていくっていう番組ですけれども、今日はですね、キャリアの話ということで青柳さんに来ていただきました。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。青柳さんはおいくつでしたっけ？33です。はい、もう大丈夫ということで聞いてますけれどもね。大丈夫です。はい、まあ、転職をされましたというところで、今までですね、企業に勤めてたんですよね。今フリーランスっていうところじゃないですか。はい、ですごく驚いて、企業さんに勤めていれば今はワークライフバランスとかね、そういうことを考えていろんな制度も多分整ってたんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。でそこから制度のないフリーランスっていう世界に入っていった。そこがですね、僕は興味があったんですけれども、その辺の話、今のお仕事と合わせて教えていただいていいですか？はい、現在はですね、ちょうどフリーで活動し始めて丸1年経ったという状態で、まあ、あの大学や専門学校の非常勤講師や、あとはあの高校やあと小中学校でキャリア教育に携わらせていただいたりと、そういうことをしてまして、あとはあのコーヒーチェーン店でのバリスタ業とか、いろんな仕事をあのしているような、そんな状況です。で、その1年前まで何をしていたかっていうと、それまでの9年間ですね、人材や広告の企業に勤めていまして、でキャリアコンサルタントになったのも、その企業勤めしていた時の大学生の就職支援業がきっかけなんですけれども、でまあ、出産とか育児、産休育休を経てまた復職していく中で、そういう就職支援業務から少し離れて、あの広告 の、 あのウェブでの制作部門の方に入ったりしていたんですね。で育児とかしていますと、その会社の制度っていうのはすごくありがたいなというふうに思っていたんですけど、もっとその自分の人生の自分の時間っていうところを考えた時に、もっとその今挑戦したいこととか、まあ、やりたいところにもっと飛び込んでみたいなというふうに思ったんですよね。ただなんかそれをやっぱりあの会社でどう生かしていくかっていうところは最初すごく考えていたので、時短社員であっても、まあ、育児中社員であっても、どうにかその自分のスキルとか生かせる部分を会社の求められているところにいい形で生かせていけないかなっていうところをすごく考えてですね、いろいろ上司に提案したりとかもしていたんですが、なかなかうまくいかないというかっていうところもあってですね。でやっぱり子どもたちに楽しく働いてる姿を見せたいというか、大人って楽しそうだなって思ってほしいみたいな気持ちも芽生えてきて、フリーランスになるっていうのは本当に怖かったんですけど、ただやっぱりそのキャリアに関して誰かの役に立ちたいと思っている自分自身が、そのキャリアのところで折り合いがついてないまま、誰かにその提案したり支援したりっていうことはできないんじゃないかという気持ちもあり、一回その自分で社会実験として怖いところに飛び込んでみようっていうことでですね、思い切ってフリーになったっていう、はい、そんな経緯があります。キャリアを支援するキャリアコンサルタントの自分がもやもやとしていたら良くないんじゃないかっていうことですか？そうですね、一番の決め手はそこでしたね。やっぱりどうなんですかね、相談を受けたりして時にはこう助言をしてあげたりとかね、励ましたりとかいうところ、まあ、そういう自分っていうものとこう向き合っていく中で自己一致ができてないみたいな。そうですね、まさに自己一致の部分ですね。ありたい姿がやっぱりその、ま、言語化しきれてなくても自分の中では明確にありたい姿のイメージがあったので、あるならそこを信じて飛び込んでみようっていうことで、はい、もう降りてきましたね。よし、やめるぞっていう意思が。あ、降りてきた。はいはい。じゃあそこの、まあ、随分ね、葛藤もあったし迷ったというふうには思うんだけど、じゃあもう降りてきた瞬間にはもうすっきりっていう感じですか？もうそうですね、もうあとはあのそこまではですね、その、いろんな、でもこうしなければならないとか、はいはい、これだけお世話になった会社なんだからとか、あとは
子供たちの保育園入れなくなったらどうするんだと、うんうん、なんかいろんなこれはどうするのあれはどうするの、うん、こうしなければならないとか、うん、そういうところがすごくあったんですけど、うんうん、でもそれをなんでここに不安を感じてるのかっていうところを深掘りしていくと、うんうん、やっぱり自分の勇気がないというか自分に自信がないだけだなっていうところに行き着くんですよね。ここはどうにかできる、うん、やり方としてはあるっていうのがやっぱり見つかるので、じゃああとは何なんだって考えたらやっぱり自分が腹をくくるかどうかだけなんだっていうのが分かった瞬間に決められたっていう感じですかね。じゃあもうまさに自問自答のセルフキャリアコンサルティングみたいなことしたんですね。そうですね、本当にそんな期間が何ヶ月間かありました。自分にこう問いかけながら自分で答えながらみたいな中 で少しずつこうクリアになってた感じですか。はい、そうですね、だん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 、いやもうあとは自分の問題だぞってだんだん逃げられなくなっていたって感じもありますけどね、自分で。でもそういう葛藤の中で今のねご自身のそのフリーランスっていうところに行ったっていうことで言えば、まあ、これからキャリアを支援していく上でもやっぱり自信持ってやれる部分ってありますよね、きっとね。うん、そうですね、あの最近その学生さんと、うんうん、お話しする機会も何回かあったんですけど、うんうん、ちょうどその就活生で就職を迷っている学生さんと話しする時にですね、うんうん、今やっぱりあの働き方が多様化しているので、うんうん、新卒からフリーランスとか起業することを少しに、はい、入れている方もやっぱりいるんですよね。そういう方たちにやっぱり自分のそのいろんな経験とかも、まあ、自分の経験をもとにキャリアカウンセリングしているわけではないんですけど、小柳、うんうん、さんフリーじゃないですかどうですかみたいな質問はやっぱり、うん、もらったりするので、うん、そういう時にまあ自分のその声で届けられるっていうのは一つ良かったことかなと思っています。働き方としてのフリーランスってもちろんあるんだろうけれども、小柳さんの話を聞いているとね、まあ、もっと大事なのはやっぱりそこに思いがないとね、ワークライフバランスっていうことだけで言えばね、当然企業の方がいいわけじゃないですか。そうですね、それは本当そうです。フリーランスで一見するとすごく自由な感じもするし、まあ、若い人なんかもまあそういったところがこうイメージとしてあってやってみたいなっていうところ、まあ、やってみるのはねすごくいいとは思うんだけど、そうそうこう思った通りにいかないじゃないですか。いや本当そうです、ね、ね、だからそこを乗り切るやっぱ思いの強さみたいなやっぱいるんでしょうね。いやそうですね、うん、あのしんどいのは間違いなくフリーになってからの方がしんどいです、うん、あの体力的にも、まあ、金銭的にもそうですし、うん、その仕事をしていくっていう本当そのそこの部分がすごく大変だなっていうのは身をもって感じたんですけど、うんうん、でも同時に同じぐらいの楽しさとか、そうですね、自分の時間を生きてるみたいな感覚がやっぱりあるので、うんうんうん、さっきね山田さんもおっしゃったようにその思いの部分っていうところに素直に仕事できているなっていうか、素直に生きることができているなっていうところはあの、まあ、人それぞれの価値観があると思うんですけど、あの私個人にとってはなんかすごくそこになんていうか価値があって、この家になったことにすごく良かったなと思える。うん、いろんなものを育てていかないといけないとは思うんですよ。まあ経験ももちろんそうだし、スキルもそうだし、知識もそうだし、でもやっぱりちょっとかっこよく言うと一番育てなきゃいけないのは思いなんでしょうね。そうです ね、それだけの熱くなれるものがないとできないことだなとは思ったんですよね、うんうんうん、そこまで熱くなれることがに今向き合えてるってことは幸せなことだなと思いますし、あのそれをまあ伝える側になった時に、うん、あの学生さんとか、まあ、他キャリア支援とかする方に、うんうんうん、そういうことで悩んでる方とかが、まあ、その思いのなんていうかな、作っていき方みたいなところの、ね、まあ、サポートみたいなところができたら、その全ての土台になるような部分を一緒に作っていくことができるのかなっていうのもちょっと思ったりしていて、いいですね、思いの作り方ってすごくいいですね、うん、そうですね、まあ、本当に今日貴重な、ね、話を聞かせていただきましたけど、やっぱり大事なところはその人の思いを育ててあげるっていうところなんだろうなというところをですね実感できた気がします。
ありがとうございます。お互いにその思いを育てるっていうことは共通の目標なんでね、はい、一緒に頑張っていきたいなというふうに思います。はい、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。